に来たの。お土産があるんだ。早くこっちに来て。いい？それじゃあ出すよ。何何？ヒドゥンバイソンの肉？ちょっと、これってすごいレア食材じゃなかった？はい、S級食材ですね。ちょっと待て、この量をキリト一人で食べるのか？そうだよ、キリトならこのくらいの量ペロッと食べちゃうよね。料理スキルってどれくらいなの？料理スキル？持ってないよ。スキルがないって、おいおい、それならそこの上級シェフに頼んだ方がいいんじゃねえのか？私もそれでいいよ。私なら二つ返事で引き受けるわよ。 S 級食材なんてそうそうお目にかからないし。に思っていたんだが、よーし行ったな。今回は食わせてもらうぞ。あ、アスナさん、もし食材に余裕があるなら私もお料理してみたいんですけど。一緒に作ろう。はい。それじゃあ、私も何か作ってみようかな。リズが料理の
んて珍しい。悪かったわね。ちょっとした気まぐれってやつよ。私もお料理したいです。それじゃパパに美味しいもの食べさせてあげようね。はい。じゃあ私も一緒に作ってもいいですか？うん、もちろんよ。するみたいだし。そうそう、みんなでお料理しよう。はい、よろしくお願いします。はいはい、私もお料理作りたいな。トレジャーハントでダンジョンにこもっているときは、結構その場で料理を作ったりすることもあるんだ。みんなが作るなら私も作るし。どうするって？食べたいの？私の料理。冗談よ。で、何を作ろうかしら。相当いい食材なのよね、これ。まあ、勝手はわからないけど、聞きながらやればなんとかできるんじゃないかしら。その代わり、ちゃんと完食しなさいよ。シノノンも一緒に頑張ろう。わかんないところは教えてあげるからね。じゃあ、誰が一番美味しい料理を作れるか競争しようか。競争ね。それだとアスナが1位確定になっちゃうけど。それなら大丈夫。私がみんなのお料理を完全監修してあげる。それよりも何を作りたいか、こっちの方が重要になってくるわよ。味はアスナの保証付きってわけね。それじゃあ、誰が一番キリトが気に入る料理を作ったかで勝負しましょうか。うん、審査員よろしくね。
りだ。リズベット特製チンジャオロース一丁上がり。どうって言っても味はアスナの保証付きだけど。彩りの代わりにちょっと人には言えない食材使っちゃったけど、でも問題なく食べられているみたいだし大丈夫みたいね。でもいくらなんでも出来上がるのは早すぎて不安だわ。ローストビーフよ。最低でも作るのに2時間はかかると思ってたんだけど。美味しいのは食材の良さとアスナが手伝ってくれたおかげ。まあそうだけど。
気に入ってもらえたならよかったかな。キリトさん、私の料理もできました。私あんまり料理とかしたことないから、普通の肉じゃがなんですけど。手伝ってもらって途中まではうまくいってたんだけど、盛り付けたらなんか美味しくなさそうになっちゃって。はい、これ。大丈夫？みたいでよかった。味は問題ないと思うんだけど、リーファの牛丼と一緒で見た目がちょっと。
じゃあどうぞ。料理名は一応ケバブかな。ダンジョン内でもドロップで結構手に入るから串代わりに使っているの。ただ今回は肉が大きかったから串焼きって感じじゃなくて、携帯に便利だから燻製にしていたんだけど、香りもいいし、あと味も良くなることに気づいたんだよね。喜んでもらえたみたいで嬉しいな。見た目が変でも味が美味しいなら合格だよね。なんか私のよりすごい見た目。
コトレッタ、ミラノ風カツレツだよ。付け合わせのサラダとトマトソースを作ってたら遅くなっちゃったけど。さあ、それじゃあキリト、そろそろ決めてもらいましょうか。キリトは誰の料理が一番だった？